1950年代にかけて機関車製造業を営んだ会社である。オハイオ州ライマに工場があったことから社名になった。ボルチモアオハイオ鉄道やニッケルプレート鉄道の本線の間にあった。正式蒸気機関車の製造でよく知られる。実験的機関車 A-1 を作った会社でもある。正式蒸気機関車1987年。 ジェームズ・ワレーは、正式蒸気機関車製造のため、ライマ機械工場を設立した。最初のシェイは1880年に製造され、その成功が会社の基盤を作った。1902年、火事で消失したが、生産は継続された。時あたかも、鉄道会社は、スピード競争に明け暮れている時代でライマも参入した。スチームクレーンや、 ロータリー式除雪機等の製造もいった。1920年代にスーパーパワーの概念を、ライマの機械技術者であるウィリアム・イ・ウッダードが構想した。蒸気機関車における蒸気発生量を大幅に増やすものだった。それにより、より高出力、高速が可能になった。1922年、H-10 実験機関車を製造して実証した。 高圧ボイラーと高価質、加熱蒸気の使用で実現した。1947年、総合機械会社のハミルトンと合併して、ライマハミルトンになった。ライマ社の最後の蒸気機関車は1949年、ニッケルプレート鉄道向けの779号機、車輪配置2から8から4番アクシャーであった。同年、車輪配置4から8から6の新型機関車を、 発表したが押し寄せるディーゼル化の波に押され、製造されることはなかった。1951年、ライマ・ハミルトンは、ボールドウィンと合併した。ライマもボールドウィンも、蒸気機関車製造で実績があったが、ディーゼル機関車の製造においては、アルコや GE の後陣を排した。1956年、同社は、機関車製造から撤退した。 1980年にはクレーンなど建設機械の製造も終了。工場は閉鎖、売却されてしまった。ありがとうございます。